ってる。これポッコ。ポッコー。これ壊れたらしいゲージ。ポッコー。あれどこ行った？潜ってます。もぐもぐ。見て。かわいい。ちょっと外髪にしよう。見てください。ポコです。なんかね、見てこのトウモロコシ食べとる。トウモロコシなんだって。あ。あ、早い。機敏。あー、回ってる。回るなー。もう揺れてる揺れてる。かわいい。かわいくない？これが家。回るなー。止まれー。早いよね。あー、揺れてる。なんかね、寒いからここにヒーターがね。あるの。かわいい。これ家。あ、ポコー。めっちゃ早い。元気でしょ。ポコー。帰りました。帰りましたね。いなくなりました。これね、トウモロコシらしい。トウモロコシとは思えない見た目のトウモロコシだね。ほら、見える？まあね、今日からね、何日間かな、何日間か中村家にいるということで。そう、さっき来てね、そう、見てた、ずっと。綺麗、ありがとう。オキポは帰りましたね。オキポは、そう、ハムスターをポコちゃんの私の部屋に置いて。回るな、リアルに聞けた。回るな。前髪切った、そう、前髪切ったんですよ今日。私は明日に備えて。よく気づきましたね。前髪をパツンにしました。切りました。実はあの視界良好。明日も見えます。ありがとうございます。はい、明日はあのベストヒット歌謡祭生放送であります。夜の7時からかな。切ると思ってた。切りました。服ありがとう。髪もありがとう。そう、千穂ちゃんがそうなんですよ。出れなくなっちゃって、でこの何ですか、あともうツアーとか、そう、出張公演とかもそうあるから、そう、千穂ちゃん大丈夫かな。寂しい。うん、ありがとうございます。そうなんよ、私も今日知って、まあ、ありがとうございます。そう、明日頑張りますね。そうよね、多分
疲れとかも溜まったら免疫とか落ちるやろうし、無事に元気になってくれることを祈るのみです。ね、そう、本当症状がひどくないといい。頑張れって言っていい？ダメ。頑張れない。頑張れじゃない。これは頑張れじゃない。連絡取ってる？連絡取ってるよ。寂しいですね。さあ明日は何時だ？7時から7時から9時です。頑張って。歌謡祭頑張ります。美容室の人に明日はベストヒット歌謡祭なんですよ、見てくださいって言って前髪切ってもらいました。それは前髪は切らないといけませんねって言われて、じゃ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 前髪切ってもらいました。それはそれはって。なんです。堂々、そう、もう言ってるの。なんかね、ポコが自分の部屋でなんかね秘密の作業をしてるんですよ。なんかずっとなんかガリ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 ガサ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 、何をやってるんだポコは。隠れてなんかしてる。怪しい。内職してんのポコ。見ちゃダメ？え、結構覗き見してるよ私。いや、ご飯食べてんのかな。なんかガリ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 掘ってるのかな。なんかしてるね。この恩返し、あ、なんか作ってんの私に。マジ？今日はおきちゃんからあのお土産をもらったんですよ。なんか京都にそうみちゅさんと行ってて、でなんかお土産買ってきてくれたんですけど、すごいたくさんのね、なんか京都っぽいお土産をいただきました。これは漬物佃煮詰め合わせ。すごいじゃーん。これでしょ。それからね、なんかこの映えそうな琥珀糖ってやつ、多分食べたことないんじゃけど、琥珀糖どんな感じなんじゃろ。食べたことありますか琥珀糖。見たことはあったんじゃけどね、氷砂糖みたいなやつ。え、そうなんかな。どんな食感なんじゃろ。シャリシャリかな。食べたことない。楽しみこれ食べるの。あとね、なんかね、ごめんね、すごいんですよ。うわ、もう私大好きなんですけど、湯葉もらった。マジで湯葉大好きなの。生湯葉だって。湯葉、私ね湯葉めっちゃ好きなんよね。湯葉をね作ったことあるぐらい湯葉が好きなんですよ実は。この醤油とわさびで食べるのが美味しいんですけどね。
湯葉は、これはね多分普通の生湯葉お刺身みたいな感じで食べるかな。そう、私のおすすめはこれ、つゆがついてたらあれだけど、わさびつけて食べるのが美味しい。湯葉、湯葉ってね、なんかね豆乳のね、あの表面のやつ膜で作れるの。あとね、まだあるの見て、幼児屋。なんかこれは私がおきちゃんに何がいいって言われて、幼児屋のなんか買ってきてって言ったら買ってきてくれたんですけど、そう、幼児屋有名なやつ、そうそうそう、幼児屋のね、これはね、なんだ、京都で、そう、京都で有名だよね、幼児屋いっぱいある。そうなんです、幼児屋のね香水かな。え、マジで嬉しい、私匂いフェチだから。あ、じゃん、香水かわいい、香水買ってくれました、幼児屋の香水。幼児屋ね、そう、油取り紙が有名なんですけど、それ以外にもなんかメイク用品とかスキンケア用品とかもいっぱいあるんですよ。あとはね、あ、最後これラストです。なんかこれもすごいんだけどね、なんかお香、私がねお香ハマってて、お香よく家で炊いてるんですけど、お香くれました。めっちゃいい匂い、こっからでもすっごいいい匂いする。お香の新しい楽しみ方、これでも結構いい香り、なんかすごい京都なんちゃらかんちゃらもう分からん。そう、美味しい。ポコおるときは、ポコおるときはお香たかんわ。ポコでも私もいないんですよ、ちょっとポコ、ポコいるときは私がいないんでそう、私がいないのよ、残念ながら。悲しい、私もポコと一緒に過ごしたいんだけど。そうなんよ、実はね、嬉しい、もらいました。お茶ね、今静かなんですよ。多分これから活動時間なんやけど、部屋が明るいんで動かない。そう、部屋を暗くしないとね。なんかすごい、この初めてのハムスターみたいな、初めましてか、初めましてハムスター、このこんななんかのももらって、こうポコの育て方をね、学ばないといけないけど、ポコがいる、ポコだなんかもらった、しかもなんか前回預かったぶりなんですけど、そこからなんかポコのおやつが増えててね、かわいいよ、見て、グラノーラ、ポコもグラノーラを食べるのか。ほら見てグラノーラがあるらしい、ハムスター用のね、グラノーラ、なんだこりゃ、フルーツミックス、なんかかわいいね。あと普通にご飯もある。ね、美味しそうなもん。あとなんだっけ、トウモロコシ、なんかこのトウモロコシでなんか歯を削るらしい。なんかハムスターってさ、歯がさ伸びるらしくてさ、で
そう硬いもんとかをかじって、でそのちょっと自然に歯がこう削れてみたいな感じで、まあ、なんかヤスリみたいなこうなんていうんかな効果があるんかな。そうそう結構硬いのをかじって歯を削るらしい。どんどん伸びる。そうえじゃあさ硬いものなかったらもういつの間にかこんなこん口から出るぐらい歯が前歯が伸びてる可能性もなきにしもあらずですよね。カピバラもそれ？あーカピバラも確かにハムスターっぽい。可愛いです。嬉しい。今日の夜だけちょっと明日の朝もしかしたらショールームしますあのちょっとだけします。何時？まあ6時ぐらい。6時くらい。ちょっと早めに。でもちょっとしかしてんと思う。朝強くな。朝弱いですよ。もう本当に今目がこれマックスで開いてるとしたら朝は。皆さんおはようございます。こんなんです。起きれるん？いやこれはねもう起きれるかどうかじゃなくて起きるんや。気合いや。ポコもいるから。そうポコが多分私にあの何この回し車の目覚ましをプレゼントしてくれるはず。朝からガラ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 。なんかポコは明け方まで結構回ってる。いや何回も回ってるかな。まあ、暗くします。ありがとう。眠れるよ意外とね。そう多分ずっとねそういろいろ準備してる。あさって以降のちょっと明日はね夜遅い可能性がすごくすごくはいあるので。朝何時頃？6時ぐらい。深夜に終わるなんてここ今はねすごい静かですね。なんてこった。なんか久しぶりに見たら大きくなってる気がするんですよね。ちょっと成長かな。ハムスターって成長するんかな。分からんけど。嵐の前の静けさってあーこれ嵐来る。ガラ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 。食べ過ぎてるのかな。でもさっき必死にあのコーンをご飯詰めてましたほっぺに。かわいい。静か。寝ました。おやすみポコ。
ぽやすみ。マイケルの部屋いるよ。いるよ。もうすごいよ、私の部屋。もうごちゃごちゃなのに。もう絶対に脱走しないでほしいって感じ。脱走したら、私の部屋で脱走したら見つけれんからなってぐらいの、もう物の多さだから。だから絶対に頑丈に、あのケージをね。もう部屋のお散歩とかしたらもうダメです、ダメです、もう。私の部屋だけは散歩はダメです。物がちょっと多くて、ね、困っちゃう。脱走するん？いや、なんかね、この怖いやん。なんかね、結構ガジ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 ってやるんですよ、扉とか。もしかしたら脱走したらいけんけいね。とりここありがとうございます。そう、今部屋に入っとる。うん、おきちゃんどうやって持ってきた。おきちゃん、この箱ゲージを抱えてこうやって来ましたよ、ピンポーンってこれよろしくって両手でね抱えてね。いや、びっくりよ、すごいよ。まあ、確かに、でもそうじゃないと無理やんな。ゲージごと一緒に。止めてあげればよかったのに。いや、そんな感じじゃなかったね。しかもね、おきちゃん絶対ね、ズボンね、前と後ろ反対に履いてきとった。言ったんよね、おきちゃん、それ絶対ズボン前と後ろ反対よって言ったら、なんか知ってるよ、もうなんか急いで履いたんよって言われて明らかにね、アディダスの文字がね、お尻にあった。なんかそんなことも気にせず急いでやってきたらしい。なんか前と後ろさ反対だったら結構さ違和感あるじゃん、履き心地的にもね。でそのまま帰っていきました。金さん、ありがとうございます。中村舞です。気にしない、もきちゃんは気にしないですから、ね、いろんなこと私は、私どうだろう、いや、わかんないや。42分だよ今。42分か。クローゼットはみ出てる？じゃじゃーん、はみ出て、あれ、はみ出てないでしょう。
少しね、カメラの方見て。見た。なんだよなんだいや。今日はね、ボイトレ行ってました。ボイトレ行ってたんですけど、なんか最近不安で不安でたまりません。頑張ります。もしかして長崎？うん。うんとかっていう。はあ。プチブルブルするやつできる？え、リップロールですか？ブブー口が大きく感じる。なんかこうしたらうまくできるよ。工事中。かわいい。かわいくないわ。かわいくないわ。あとはなんだっけ、ドラムロール。ドルルいい、ありがとうございます。私も負けじとポコが回ったらやろう。ポコの回る音に負けじと回ったら対抗しよう。そう、ポコが回るんで。ポコ、ポコ寝てる。ここが来た時すっごいね、すっごいなんかちょっと暴れるくらいね元気だったんですよ。もう多分いつもと違う状況になんか興奮してたのかわかんないんですけど、もうしかも寝癖がついてた。ハムスターって寝癖つくんやみたいな。なんか後頭部の寝癖もついてたし、なんかめっちゃ元気で、なんかもうわーって駆け回って、かわいい。でもなんかおきちゃんが帰って15分ぐらいした後に回し車の上で一人でなんか無心にもうこんな、本当にこんなんでずっと固まってて、どうしたんって思って放心状態になった。ずっと考え事してて、いや寂しいんかな、やっぱりおきちゃんが帰って。置いてかれたって思っとる。恋しい。いきなりホームシック。来た瞬間ホームシックな。えありがとう。ここはどこ、うん、多分それもあったんかな。ここはどこ、私の部屋見てビビった。マジでなんだこの部屋みたいな。なんだこりゃ、研究室かーみたいな。研究室並みにちょっと物多いかも。匂いの変化。
自分の部屋ってさ、わかんないよね、どんな香りなのか。金さん、ありがとう。中村舞です。研究室ってなんか結構資料とか多いイメージなんだけど。ポコ太郎マイキュー認知してる、してるよ。もうお母さん名付け親よかった、ありがとう。あ、びっくりした。あ、水飲んでる、見て。あ、見える、いつの間にそんな、あれあれ、見える、映ってる。かわいい、じゃーん。水飲んでます。手でちゃんと押さえてる。可愛くない、ガブ飲み。ちょっと映したい、どうしても映したい。あ、あー、あー、あー、食べた。あー、あー、あ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 、そう、なんかこのふかふかのこのティッシュみたいなやつ、なんていうかわからないけど、深めに入れたらしい。だからめっちゃ潜るんだって、泳いでる。あ、で、部屋に帰っていきました。バイバイ。あ、隠しやんかな、ほんと。ティッシュ、これなんていうかな、わからん、なんていうやつなんかわからんねんけど、お、おが、お、おがぐ、くず、え、わからん、なんかその正式名称がわからんなんじゃけどさ、絨毯みたいなやつよ、人間にとって。可愛いすぎてね、めっちゃ可愛いよね。ポコ太郎女の子ですよ。男の子、女の子です。女の子なの。ポコちゃんって呼んでください。ポコちゃん、押すかと思った。ポコ太郎は女です。そうなんです、おきポコ太郎。私が名前つけました、ポコ太郎ちゃん。そうなんです、名前、名前の名付けで思い出したんだけどさ、なんかちりめんパーティー収録した日がね、佐竹さんがなんとお子さんが生まれた日だったんですよね。ちょうどさっき生まれたんだよねって言ってラジオにいらっしゃってたんですよ。で、そう、お決まりでちりめんパーティーの収録だったんですけど、そう、本当にさっき生まれたんだよって言ってて、すごいってなって、おめでとうございます。おきちゃんがさじゃあこんなめでたい日なんで名前はお決まりなんてどうですかって言ってて、佐竹お決まりってどうですかって言ってて、やばすぎ、佐竹お決まりはよどっちが名前なみたいになるけど、お決まりっていう名前どうですか。おめでたい日、そうよ、すごいよね。しかもさっき生まれたんよって言ってて、
キラキラネーム置き前キラキラネームなお、また食べてる夜食。そう、おめでたいことです。じゃーん、トウモロコシ、トウモロコシかじりマン。夜食カリカリしてる。あ、これからね、動くけんね。わあ、すごい掘ってる。かわいい。あ、あー、回るなー回ってます。彼女は今必死に そうよ。あ、かわいい。あ、あー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 、すごいすごいすごい、すごいとこに登ってる。あー、活発的になりました。もうこれからポコの夜はこれからということで。おー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 、最後そう揺れるの。あ、こ、転げたよ今。じゃーん、どとこ走るよポコ太郎。早いね。なんか床の上を走ってるの見たことあるんですけど、すっごい勢いで移動します。めっちゃ元気ね。うわあ！発電中。あ、こっち見てきた。17分。ちょっと待って、壇上呼ぶわ。シギさん、ハヤリンゴさん、みやびさん、まさきさん、きなぺこさん、もちきゅうさん、しんじさん、くまきちさん、くまねパパさん、まゆたみさん、にゃたろさん、りょんきゅうさん、ココさん、ありがとうございます。明日ちょっと多分朝、いや、どうしよう、起きれんかったらごめんね。でも多分やると思うよ。いやー、起きます。寝たら寝てしもうたっていうっていう保険をかけとく。お疲れ様、お疲れ様、ポコおやすみ。また明日です、皆さん。お疲れ様、お疲れ様、ポコ。わ、秘密の作業をし始めました、部屋で。旗折り。明日、そう、ちょっと人が要塞。
おやすみポコの時間これから。そうなんよ。おやすみ。いません、部屋にこもってます。また明日。明日は木曜日です。皆さん一日お疲れ様でした。明日もファイトです。また明日、おやすみ。ウィズポコ、おやすみ。ポコ、おやポコ。また明日。Thank you. Thank you.